皆さん、こんにちは。女性からも男性からも人気の歌手で、女優の中山美穂さん。フランス在住時代には、夫、辻仁成さんとの間に、息子も誕生しています。離婚後は、息子と面会することも会うことも、できていないとの噂もあるようです。今回は、中山美穂さんと息子の関係について調べてみました。また、息子はジャニーズとの噂についてや、工藤静香さんとの確執についてもお話しいたします。女優で歌手の中山美穂さん、年齢を重ねても可愛いと人気の女優さんですよね。そんな中山美穂さんは2002年6月にミュージシャンで小説家の辻仁成さんと結婚し、2004年1月に息子が誕生しています。こんな綺麗なお母さんがいるのが羨ましいですね。中山美穂さんは結婚後にフランス・パリに移住し、2004年1月に息子ジュート君を出産しています。その後は子育てに専念するために仕事もセーブするなど、息子をとても大切にしていた様子。2004年1月生まれなので、2023年9月現在で19歳なんですね。中山美穂さんには今年成人する息子がいるということですね。写真を見ると幼い頃からかなり顔立ちが整ったイケメンであることがわかります。そんなイケメンのジュート君なので、一部ではジャニーズなのではとの声も上がっているようです。かなり整った顔立ちなので、ジャニーズのメンバーに選ばれてもおかしくはありませんね。ですが、調べてみたところ、ジュート君がジャニーズであるという確かな情報は一切ありませんでした。そのため、中山美穂さんの息子がジャニーズだという噂はデマの可能性が高そうです。現在はフランスにある大学に通っているという情報もあるため、日本ではなくパリを拠点に活動している可能性が高そうですね。息子を可愛がっていた中山美穂さんですが、旦那の辻仁成さんとの離婚を機にフランスから日本に帰国しています。その際、息子のジュート君は連れ帰らず一人で帰国したため、息子を捨てた母親というふうに見られてしまうこともあるようです。女優として活動するには日本しかなかったこともあり、離婚後は芸能活動を再開させるなど精力的に活動していますよね。そんな中山美穂さんですが、実際には息子のジュート君と会いたいと願っており、捨てたというわけではないようです。息子は父親とフランスに住んでいるので、なかなか会えないのは仕方のないことですね。また外国ではハーグ条約があり、子供を無断で外国に連れ帰ることは禁止されていることから、息子を日本に連れてこれないのも理由の一つだと考えられています。中山美穂さんは離婚の際に親権を放棄していることもあり、会うことが難しいのが現状のようです。また親権を自ら放棄したことも子供を捨てたと言われる理由の一つである可能性が高そうですね。一部では息子さんは母親である中山美穂さんの面会を拒否しているとの情報もあるようです。そのため親子関係はかなり複雑で、長期間会っていないというのが現状のようです。息子から会うことを拒否されているとも言われている中山美穂さん、息子が会うことを拒否している理由として両親の離婚理由が関係しているとも言われています。2004年に離婚した中山美穂さんと元旦那の辻仁成さん、離婚理由は一体何だったのでしょうか。離婚の理由として考えられている理由が2つあります。中山美穂の不倫、辻仁成の中性化だと言われています。まず夫である辻仁成さんが結婚後に少しずつ中性化していったことに原因があるようです。男性らしかった愛する夫が少しずつ中性的になっていくことに、もしかすると耐えられなかったとも言われています。離婚原因に挙げられているのは辻さんの容姿の変化、かつてワイルドだった外見が離婚あたりの数年で一気に女性らしくなってしまったそうです。音楽関係者によると、2008年に辻さんがロックバンド ZAMZA を結成したあたりから、辻さんは美の追求に目覚めたといいます。辻さんは髪を伸ばし、エステ店に通い15菊池のダイエットを敢行しました。目も少しいじったと言われています。突然目覚めたように美容に走るようになった辻さん、また辻さん本人も時代は絶対中性ですよ、めちゃかっこいい中性的なおじさんを目指しますと発言しているため、
中性化は間違いなさそうです。旦那の変わりゆく姿を見て中山美穂さんもついていけないと感じていたようです。変わっていく夫との間に溝ができてしまった様子。離婚後の辻さんは息子に手料理を作るなど、ますます中性化が止まらない様子ですが、息子のために一生懸命な姿はとても素敵ですね。中山美穂さんはそんな夫を見たからか、別の日本人男性と恋に落ちてしまった。姿がキャッチされてしまいます。このことをきっかけに二人は完全に離婚へと向かっていったようです。その後、好きな人の元に行くかのように日本に帰国した中山美穂さん。息子の十斗くんもこの事実を認識しているため、中山美穂さんに会いたくないと感じている可能性もあるのかもしれませんね。最後に中山美穂さんと工藤静香さんの確執について、親友関係だった2人に溝ができた原因は、当時中山美穂さんが交際していた田原俊彦さんにあります。1991年1月1日に放送された新春隠し芸大会内のドラマで、田原俊彦さんと工藤静香さんが恋人役で共演。このドラマはベタなラブロマンスでしたが、キスシーンもありました。それがきっかけなのかは分かりませんが、二人が意識し合うようになり、ある歌番組で二人が手をつないでいる場面がテレビに映ってしまいました。それを見ていた中山美穂さんが大激怒して、田原俊彦さんとの関係がこじれ、工藤静香さんとの親友関係も決裂したと業界内ではもっぱらの噂となりました。中山美穂さんと工藤静香さんとの仲は現在も修復されていないということです。それだけ中山美穂さんは田原俊彦さんのことを真面目に本気で好きだったということでしょう。そしてまた中山美穂さんにとって工藤静香さんも大好きな親友だったから、田原俊彦さんと工藤静香さんの2人から裏切られたことが本気で許せなかったのでしょうね。田原俊彦さんと工藤静香さんが中山美穂さんに与えたショックは計り知れないほど大きく、また田原俊彦さんと工藤静香さんが失ったものも大きかったですね。ただ2022年5月7日放送の人生最高レストランにゲスト出演された際に、 MC の加藤浩二さんとのやり取りにおいて、当時仲が良かったアイドルについて中山美穂さんは当時ドライブ行ったのは工藤静香ちゃんと発言。本当に大昔のことなんであんまりよくは覚えてないんですけどと照れ笑いを浮かべていましたので、仲は修復はされてはいないものの、現在は過去の事件は水に流しているのかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。